私が見た分には、なんか牛をなんかこう、ドーンってなんか、牛？牛のなんか、なんか農業のなんか、農業ってなんか牛のイメージあるじゃないですか。ない。なんで？だって農業でしょ？酪農です。酪農か、そっちは。でもなんか牛のなんか、牛っぽい服着てるよ。ちょっとうるさいな。これ、巷では私のこの T シャツ、ホルスタイン T シャツって呼ばれてるんだよ。やめてくださいよ。そんなことで。ついついさ、ホルスタインって言われるとさ、おっぱい見ちゃうね。ちょっと、やめてよ。どこ見てんのよ。おい、ちょちょ、それ指で潰す。無理やー。これなんか耳めっちゃくやってよ。電動マッサージ機。何これ、ひどいですよ。気持ち悪い。これないでしょ、ないでしょ。今までのお二人の放送を聞いているとなんとなくなんですけども、お二人の立場、立ち位置が加納姉妹に重なって思ってしまいました。加納姉妹、ちょっとどうしようね。あれ、続きがある。もっともお二人の外見は加納姉妹とは月とすっぽんですが、おーいおーい、否定しづらいわ。確かにその通りだけど、言われるとムカつく。なあ、6月といったら梅雨ですね。そうですね。そして6月になったので、新しいご挨拶をね、ひよっちに発表していただきたいなと思って、もうワクワクでございますけど。これさ、新しい挨拶なんですか？私、マイブームって聞いてたんですけど。マイブーム？マイブームじゃないの？じゃあ、マイブーム的挨拶でいいですよ。マイブーム的挨拶？さっきさ、言ってることと違う。6月の挨拶をサクッとやって、どうしてもマイブーム話したいんでしょ？聞いてあげるから。ひでぇ、ひでぇ、ほら、おーに変わるやつ、6月のぴょんぴょこぴょん。ちょっと待って。え、ひよっちマイブームって何？私ちょっと今日ほら、すごい傷ついた顔してる。ぴょんぴょこぽんについて聞いてあげるよ。どうしたの？聞かなくていい。もう聞かなくていい。やる。せーの、ぴょんぴょこぴょん。うるさいわ今ね。なんで考えてなかったのに、そんな振ったらこんなんしか出てきませんよ。私どんだけ面白い人だと思ってたの。そんな大して面白くもないし、滑ったらそれは傷つくし。いや大丈夫だよ、今頃ね、関西中みんなでぴょんぴょんぴょん。次に繋げるのはもう中村的マイブームはぴょんぴょこぴょんになった。うるさいよ、だからもう。これ切んの？チタンの発汗力絶対出るし、これすごい、めっちゃ分厚そう。そしてもう一個はサウナスポーツスーツ、ダッセー。めっちゃダサい、私こっちなの。ダサいよ。何、なんでエリさんのジャージっぽくてさ、短時間でたっぷり汗が出る仕組みになってるから。めっちゃかっこいいじゃん。うん、かっこいいね。やしかも何この生地、めっちゃいい生地じゃない。やったー。なんで私だけなんかアルミホイルみたいな。ひどいよ。すごいね。しかも上下あるから上下着てる。なんかスーパーインナーが長いでしょ。いやいや、絵的に必要ですよ。両方着て。はい、じゃあ早速着替えていきたいと思います。スルリラリー。あ、これピンクの結構いいかも。短時間でたっぷり発汗。そうですね、うん、イエローが、イエローが。面白いか。ね、どうしよう、似合ってる。